返事はいつするの？今度あいつが気まぐれで来た時ってこと？峡谷内でヘリの部品を3つ探そう。ね、その部品とやらは一体どういう風に探したらいいん？ね、急激にちょっと思うけど。この辺のは違うんか、全然。岩とかか。なんか落ちてるものとかもさ、マップ上に記されたらいいのにね。これは？あ、ヘリの大事な歯車3を手に入れた。何気に光の色が違う？なんか普通さ、ああいう落ちとるやつとかって、黄色っぽい感じの光やけど、今なんかヘリの大事な歯車、ちょっと青っぽい光やったよね。じゃあその光を頼りに探せばいいということだね。オッケーオッケー。あのクエストを受けたけん、あの場所にあったってことよね、多分。あ、今の。ほらほら、ちょ。はーい、ちょっと暴れるのはやめてください。はい。飛び越えるな、飛び越えるな。ちょ、ぶつかれ、ぶつかれ。はい。はい、オッケー。今この辺に、あー、これこれこれ。ヘリの大事な歯車2を手に入れた。よし。そして、あと1個だ、あと1個。あと1個どの辺にあるかな？あと1個。見つけたいね。見つけたいね、どうにかして。あ、ちょっと待って、こっち行ったら飛び越えてしまう。飛び越える前に、とりあえずこの辺で見つ、あるかどうかを見、あ、あった！やったね、ポニー、やるやん。はいはい。ヘリの大事な歯車1を手に入れた。おっしゃ、これで全部揃った。じゃあ、あとは届けてあげよう。やったね。これでヘリ使えるようになるかな。ゴーゴー。よかった。なんか、何の気なしに、引き受けてしまったけど、見つからんような気がしてしまっとったんよね。お、ヘリの歯車を見つけてきたのか？いやー、行ってみるもんだな。はい、どうぞ。ヘリの大事な歯車1を手渡した。2を手渡した。3を手渡した。ありがとよ。それじゃあパパッと修理するかな。と、そうだ。歯車を集めてきてくれた礼だ。修理が終わったらヘリに乗っていかねえか？いいの？もちろんだ。やった！まさか乗れるなんて。なんかハリウッドスターみたい。楽しみでびすね。それじゃあ修理しまうからそこで待ってるよ。お、出来上がる？よーし、準備 OK だぞ。これがランディングポイントだ。ここからヘリの乗り降りができるぞ。ヘリポートってこと？すごい。今回はこのランディングポイントをヘリのスタート地点として、西にあるランディングポイント目指してゆったりゆっとり空の旅と行こう。いいですね。男のロマンでミス。私テンション上がってきましたよ。俺はヘリの準備しながら待ってるから、このランディングポイントから呼んでくれ。うっ。んじゃあな。ほう。ヘリコプターで、あ、ここ？ヘリコプターに乗ります。ほう。乗れた。うん。我慢できない。吐かないで、吐かないで。大丈夫、ダメだ、大丈夫、ダメだ。なになになに、ちょ、フラフラだよ。落ちないで、落ちないで。飲んじゃう。飲んだんかい。ヘリが治って本当によかったけど、こんな感じでずっと来たの。頑張ってよ。ほら、そこまで。もうちょっとだから我慢して。吐くな、飲み込め。大丈夫かよ、おい。はい、到着。地上におります。もう到着でウィスか。残念でウィス。どう？何の点点点だ。自主規制。気持ち悪いでウィス。ヘリでテンション上がって忘れてたけど、よっちゃーって乗り物用意する妖怪だった。そっか、みんなか。おえ、頭がガンガンするにゃん。ひどい乗り物酔いだにゃん。う、ごめんなさい。よっちゃーは一緒に乗っちゃダメだ。
ちょっと落ち着いたかな。悪かったな。こんな状態でよく今まで操縦してこられましたね。いつもは酔い止めキャンディーを持っているんだが忘れちゃってさ、自分でもここまでひどいとは思ってなかったよ。うえー、じゃあ酔い止めキャンディーがないとヘリに乗れないね。もうシンデルマートにミスターって友達がいるんだ。ミスターは綺麗好きで爽やかで気さくなやつなんだよ。バックヤードにいると思うからそいつからもらってきてくれ。このままじゃどこにも行けねえよ。行きますよ。仕方ありませんね。もらってきてあげましょう。ちょっと待っててね。ありがとうよ。ああそうだ、ミスターは夜勤だからな。深夜にならないといないから気をつけてくれよ。うっ、でもあそこって深夜はゾンビだらけじゃなかったっけ。ですよね。まさかゾンビと一緒に働いてるとかでしょうか。ミスター、ねえ、あのさ、非常に思ったんだが非常に思ったんだが、なんやっけ、あのさっきまで受け取ったあのヨッチャーのクエスト、あれの言い方も水曜どうでしょうみたいやったけど、友達のミスターというのはやはり水曜どうでしょうやっぱりそこから撮っとるよねちょっと最初水曜どうでしょうっぽいだけかなと思ったけど、間違いじゃなさそうだ。お、どうしたどうした、これはどういうことだ。何、間違いないとかそんなことないよね何あれ何あれ、なんか妖怪みたいなのおらん。何これ、村がめちゃくちゃだ。ひどい、誰がこんなことを。なんてことするんだ。犯人は近くにいるかもしれません。手分けして探しましょう。ほら、これ何、妖怪じゃないの。不安じゃ、何があったんじゃ。ねえ、妖怪よね。妖怪もいっぱい出てきよるってこと。ここだ。このホテルからすごい妖気を感じる。マジかよ。何がいるの。またこいつ。やっと捕まえたきえの。しぶとく嗅ぎ回ってくれたの、目障りのやつらめ。じゃがこれでおしまいじゃ。まずい。非常にまずい状況だわ。なあ、カクリー、僕の見解を聞きたいかい？こ、答えはノーよ。あなたどうかしてるんじゃない？こんなピンチに。どうしてそう冷静でいられるわけ？この状況、僕たちの生存確率は限りなく。死ねえ。びっくりしょー。うわ、邪魔しよって。消えた。逃がさないぞ。すげえ、あんな移動の仕方があるんや。俺たちも追いかけよう。うん。何、どこに行ったの。え、何何何、あの妖怪たちの姿は見えとったんやろ。二人は、二人もか。町の西側って言ったよね。みんな大丈夫なの。あれ、 T ちゃんはどこ。 T ちゃんはどこだろう。ん、なんこっちの方に。あ、そっか、あの集団がまだいるだけか町の西側、そうそう、こっちまだ全然行ったことなかったよね。イチゴニャンが見つけれんかったとこや。お、ここにおるやん。え、マイニャンパーツびっくりおめめを手に入れた。ちょっと待ってねちょっと待ってね、こっちも気になっとったけんちょっと拾っとく。スターバーガーデラックスを手に入れた。よし、 T ちゃん逃がさねえぞ。あ、こっちだけじゃない、こっちに話しかけんとイベントにならんのか。いいんじゃね、しつこい奴らじゃのう。覚悟しろ。欲しい。D レックス、俺たちも一緒に戦うよ。あ、あいつをやっつけよう。マジか。ここで戦闘になるのか。いいんじゃねえのが現れた。何にもよくねえ。なに、D レックスの。D レックスの助けはなんかどこかにあるの。あ、でもこいつやっても豪快の体力が微妙に減っとるだけか。まあ別にいっか。
チャージ完了。え、待って待って、うるわしのホワイトニングはいいんだけど、ちょマスクドニャーンが、マスクドニャーンに攻撃当てんようにさ、みんなちょっと一応刺しといて、現品 OK。 マスクドニャーンがなんかすごいそこに捕らえられとるけんさ、よし、あ、解放された。あ、待って待って、避けていただきたい。マッハ飛竜脚、マッハ飛竜脚はいいけど、ちょっとそこの二人、はい、避けて、おっしゃオッケー、ドタマぶしゃげるとこやった。ほい、いいね、ありがとう。さあみんなどんどん行くよ。あ、待って、横一列に直した方が良かったかな。怖いね。え、何、お金を取られるの。豪快な守り、守りが超アップ。さあみんな戻って。お、これは落ちた。あ、ちょっと待って、次狙うで。またはい、刺した、今刺せた、今はいはい、オッケー、みんな行くよ。叩けいい。とりあえず体力大丈夫やけん、バンバン攻撃してこう。チャージ完了。そしてマッハ飛竜脚、これでいけん。うっさ、まだか。待ってね、お祓いしとくわ。歯磨き夫人、あ、もうちょっとでもういけるんじゃない。ほら、あ、お祓いがお祓い完了。あ、でもこれまた来るんじゃね、あれ。ほら、絶対進化するやろ。はい、来たー。いいんじゃねえの、変身。ま、いいんじゃねえのやっけ、こいつ。ちょっと入れ替わって。あ、カンフーマッハの体力がちょっと半分ぐらいなくなっとんか。あ、待って、なんか、早く。はい、チャージ完了。うるわしのホワイトニング。やべえ、みんな逃げて。はい。はい、散って。おいし、オッケー。はい、オッケー。熱々なんじゃねって言われても。おー。そういう攻撃の仕方。狙う。ん、なんかツリート来た。お、よし。拾って。使って。おし。いけい。歯磨き夫人ロックオンされた。どう、よし、じゃとりあえず、でもロックオンされたらもう逃げれんよね。妖怪ブラスターメダルセット、はい、カイマーさ、来い、はい、来い。そう、おーし、行くぞ。当たらね、私これ苦手なんよね。ほら、何にも当たってないやん。ちょっと早めにこう、よし、ちょっとでも当てたい。フィニッシュ。減ったんかな、体力。ねえ、あっこの真ん中の部分何？なんかわからんけど、狙えるけん狙ってみた。狙える場所がなんか増えたら、ちょっとそこも攻撃してみた方がいいよね。チャージ完了。タイガークロスニャン。よし、なに、あ、必殺技が使えねえ。ずっと、あ、やべえ、逃げて。あ、歯磨き夫人も逃げて。あー、よかったー、焦ったー。よし、いけ、ロボニャン F 型、チャージ完了。向こうの攻撃が先だったか。イェイ、いいね。アイルビーチバーグ。どうよ。ちょっと自分は犠牲にしたけれど。さあ、変わって。豪快と変わって。そして、叩け。ロボニャン F型、最後に取っといた方が良かったかな。ねえ。
あれで勝利ってなった方がロボには F 型もなんか報われるような。逃げて、豪快逃げて、よし。結局あの私が狙った場所は何やったんやろ、なんかちょっといまいちわからんけど、マスクドニアンの体力が、いやでもそんなに減ってないか。あ、え、全体全体ダメだろう。ちょい待ってね。あ、技 OK、 あ、来た、間に合わんかな。あ、向こうの向こうが先だな。チャージ完了。よし、タイガークロスニャン、これでとどめいけない。いけてね。逃げて逃げて、おっしゃ、普通の攻撃で普通の攻撃で、イエイ勝利。何回出てきてもお前はやられるんだよ。このやられてもレベルアップするのいいよね。だって普通倒されたらさ、経験値とか入らんやんか、他のゲームやと。これで終わりだ。3度目の正直とはいかんかったね。くっ、覚えとれよ。これでもう完璧に消滅したんかな。やったー、勝った勝ったイエーイ。 D-REX 君ってすごいよ。なんかいいとこだけ持ってかれた。D ちゃん、怪我はない？俺は大丈夫だ、安心しろよ。アンジー、君の正義は見せてもらった。いい、どこから、いつの間に。戦えよお前が。素晴らしい戦いだったよ、君の潜在能力は計り知れない。俺の潜在能力、そこでだ、君を我々妖怪ヒーローの一員としてスカウトしたい。妖怪ヒーロー、ああ、私たちは今訳あって UFO を追っているのだ。ぜひ君の力を貸してほしい。ただし厳しい戦いになるだろう。え、なんか私が一生懸命戦った気がするんだけど、全て D-REX の手柄に。来てくれるというならしばらく故郷には帰れないと思ってくれ。 D ちゃん、どうするの？ちょっと考えてもいいか？わかった、いい返事を待っているよ。お、旅立っていった。返事はいつするの？今度あいつが気まぐれで来た時ってこと？そんな、アンジーたちはやっと再会できたっていうのに。そのしばらくってどれぐらいなんやろ。アンジーはどう思ってるのかな。行きたいなら行ってもいいよってきっと思っとる。え、なに？ D-REX どこ行った？アンジー、ねえ、 D-REX を止めなくていいの？せっかくまた会えたのに。ね、そこ何？お墓？うん、ここ教会かな。よし、決めた。アンジー、俺らもアンジー追いかけよう。ゴーゴー。あ、なんか教会っぽいね、建物、建物の形的にも。見送る？アンジーたち大丈夫かな？きっと心配いらねえよ。うん、そうだね。私たちは見守ってよ。見守るにしてはなんかめちゃくちゃ近い距離やけど、もうちょっと離れたところで話そうよ。あんなに強かったんだね。毎日鍛えてたからな。すごいじゃん、ヒーローだなんて。あら？なに？もしかして私を心配してるの？そういうわけじゃん。私は大丈夫。心配しないで。もう泣いたりしないから。強いよ、アンジー。ほら、早く行って。え？結局ずっと見よったんやないか。そんな早く？決心はついたかね？何日後とかに来るわけじゃないんや。数分後に来るんや。てか、数分も経ったか？ああ、俺、妖怪ヒーローになる。それでは共に行こう。飛べるの？
うわ、すげえ、飛んだ。元気でね、ティーちゃん。そのうちまた帰ってくるんかな。なんかウィスパーめっちゃ泣きようやけど。ミーにはあいつの気持ち、痛いほどわかるだによ。美しい別れでウィスー。さーてと。ありがとう、君たち。ほんとみんなのおかげだよ。そうだ。みんなもうクタクタでしょう。今日はこの村に泊まっていくといいよ。それではお言葉に甘えて、村のホテルに泊まっていきましょう。んで、あの部屋に泊まれって。めっちゃ座っとんやけど。もうクタクタっす。先に寝ちゃっていいっすか？全然いいよ。自由に寝てよ。また話しかけてしまった。ん？マックは？これか。見ろよ。なんか面白そうな機械があるぜ。こっちはこっちでなんかめっちゃはしゃいでるし。寝ろよ。あのおばさん、あのおばさんに話しかけんといかんのか。もうやけん、この地図さ、紛らわしいんやって。アンジーちゃんから話は聞いてるよ。お金なんていらないから、泊まっておいき。じゃあ、ホテルに泊まる。うちのベッドはふかふかだよ。ゆっくり休んでいってね。ありがとう、おばちゃん。そしてありがとう、アンジー。ん？まだ夜だけど。え？何？またなんか事件？今のって、悲鳴？教会の方からだに。教会って、あの怪物と戦った場所だよね。嫌な予感がするぜ。とにかく教会に急ぎましょう。何？まだ何かあるの？ん、アイナはもう下の階に。もしかして。さっきの声って、急ぎましょう、ケイタさん。急ごう、急ごう。あれ、マックは？あ、ここで、そわそわしとる。一見落着じゃなかったのかよ。もしかして。いや、まさかな。何？また復活とか？いいんじゃねえの。どこ？あっちか。なんか妖怪おるね。チャリ行こ、チャリ。あ、夜やったら、変わらんのや。復活してますけど。おい、あれ？ようやく突き止めたぞ。あれは、ジョーズさん？まさかあの UFO とお前たちが関係していたとはな。どういうこと？あいつは？あの化け物、またこの村に戻ってきたのか？もう遅い。なぜなら、我らのボスがお帰りになったんじゃからの。え？誰ボス？これ？え、これ敵やったってこと？ついにこの時が。うわ、めっちゃ泣きよるし。うるせえ。これいいんじゃね？これいいんじゃねえじゃねえわ。これボス。え、なんかこいつと同じようなのおるけど、なんか。ね、似てない？変身する前の。お待ちしておりました。ゴッドファーザー、ゴッドファーザー？いいんじゃねえのよ。あれから何年が経った？実に、555年ぶりでございます。555年ぶり？そう。555年の時を経て、私はさらに強くなって帰ってきたのだ。すべてを取り戻して、私のドリームを叶えるためにな。ここで？何あれ？妖怪ワールド？何何？妖怪ワールドの話もあるの？アルト、俺と一緒にニューヨークシティへ行ってくれ。誰？お？ミユニャン？ヒーロー集結！ニューヨークシティを守れ！マジか。見逃すな！行くぜ！何？超かっこいいんですけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。